今回は原発によるかどうかちょっとはっきりしないんですが、人口が非常に急激に減少しておりますので、まあ、これについてちょっと示したいと思います。もともと原発が事故を起こすと人口が減少するっていうのはですね、1986年のチェルノブイリの事故の後に起こったウクライナとベラルーシの人口減少ではっきり分かったことですが、それが原発の事故の結果なのか、それとも原発とは異なる何らかの社会現象なのかは、議論がありました。ここにグラフをプロットいたしまして、これはですね、すでにこのブログでも上げておりますが、チェルノブイリ後のベラルーシの人口の減少であります。見て分かりますように、主に出生率の低下ですが、死亡率も同時に上がっております。これはウクライナでもほとんど同じで、やはり、出生率が、子どもの出生率が大幅に低下するという現象を招いております。これに対しまして、日本では原発後ですね、日本松市の人口の死亡率ですね、これは死亡率が非常に高くなっているということがブログでも指摘されておりますが、今度ですね、政府の出している人口推計についてもですね、原発後そろそろ3年経ちますので、傾向がはっきりしてまいりました。ここに示したグラフを見て驚かれる方が多いと思いますが、ちょっと字が小さく見にくいんですけども、ことがことだけにですね、つまり重要なので、政府の報告書をそのままここに示しました。縦軸がですね、1億2700万人前後の人口を示しております。途中で平らになっているところありますが、そこが1億2800万でありますので、検討で見ていただくといいと思います。横軸は西暦なんですが、2005年から2014年までの9年間というか8年間ちょっとのデータが示してありまして、平成22年つまり2011年の3月頃からもう際立って日本の人口が減っていることが分かります。この頃少子化が問題になりましなってますが、これはもう、ずいぶん大きく騒がれるようになったのも小泉内閣からですから、2000年頃からもっと前から始まってるんですけども、そういうことなんですね。 ですから、そういうことから見ますとですね、2005年から2010年ぐらいまではほぼ1億2800万人で推移してるんですが、2011年に入りますと突然大きく低下し始めまして、その後はもうほぼ同じ割合で減少を続けております。このグラフはこのままでは原発事故によるとは考えられませんというのは、これ政府が嘘をついてなければなんですが、減少を始めてるのが原発事故のあった2011年ではなくてですね、その前年の2010年だからなんですね。しかしこれほどの一定の割合で、4年間も減少し続けるということはですね、例えば何かの原因で2010年に、人口が減ったんですけど、2011年に原発事故があって、地震もあって、さらにその流れが決定的になったというふうに考えることもできます。人口が減少するんですから、例えば被爆して生殖か何かに、健康かに大きな打撃を受けたのか、あるいは、社会的に非常に将来を悲観して子供を産む意欲を集団として失ってきたのか、つまり身体的打撃によるものか心理的打撃によるものかというのは不明でありますが、2010年までの日本とそれ以後の日本社会に大きな変化があったことは間違いありません。で、原発事故は2011年で、人口減少がそのわずか前に起こっているので原発ではないということもできません。なぜかと言いますと、生物の最近の研究ではですね、生物が何かを予感してその前に行動を起こすということは広く学問的にも知られております。例えば、民主党がですね、政権を取った時点でですね、とかそれから鳩山さんかなんかが首相になって終わった時点ぐらいの時に、国民に非常にあるインパクトがあってですね、なんか不吉な予感がして国民が子供を産むのを控えるとかですね、将来を悲観して死亡率が上がるってことはあるんですね。つまりこの集団としての生物の動きというのは非常に微妙なので、わからないことは随分あるわけですね。しかしこれは極めてはっきりとした傾向ですので、社会学とか生物学その他の関連の学問が、立場を持たずに、つまり原発に賛成とか反対とか、そういうことではなくですね、
一つの大きな日本の社会現象として、取り組んでもらいたいと思います。つまりこれは今の少子化活動というのが全く検討外れてるということも示すわけですね。つまり2010年までは全く日本の人口は減少してないわけですから、まあ、内容的には子どもが少なくなってるっていうこともあるかもしれませんが、危険な領域じゃなかったわけですね。それがまあこのようにどん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 明らかに人口が減っていくということが、まあ人口統計とかそういうのから成立するのか、それとも伝染病の増加とか平均寿命がこのところちょっと落ちてるようですけど、その落ちてる理由だとか生活環境であるとかですね、総合的に相当真剣に研究をし議論をする必要があると、非常に衝撃的な、グラフであると思います。まさか政府がですね、原発事故を隠すために2010年と2011年をちょっとずらしてるっていう可能性も現在の政府ですとあるんですけどね、あるんですが、まあそこのところは今回はちょっとそれを置いて、まあ2010年からということになしてもですね、このグラフは非常に衝撃的なので、ちょっと整理してここに示しました。